フリーフォール。どうも皆さん、ハローワンおせつです。今回使っていきます武器は HVK30 という武器ですね。M27 みたいでね、威力はそんなに高くないんですけれども、威力そんなに高くないで、プラスハンドが結構ごついっていう感じのね。あれ、なんかすごいひどかったね今、全然当たんなかった。いないか。で、3つ目の武器ですね、アサルトライフルの。それでこれにサイボーグ迷彩つけておりまして、でコールサインというスペシャリストをつけております。あ引っかかってる。で、それにビジョンパルスですね。敵の位置がレーダーでわかるってやつです。自分の周りにね、電磁波みたいなのなんかこうマーキングできるんですね、敵を。オッケー、びっくりした、あれが敵かと思った。オッケー、いただく。グレネード、危ないな、左上にいるな。あー厳しい、今のでも倒したかったな。こっちから来るんじゃない。オッケー、よし、電磁パルス、ビジョンパルスか。周りに敵兵なし。で、サブウェポンにハンドガンを持ってきております。通常のハンドガンですね。おっと、窓でやられちゃうか。この位置がね、結構強いですね。で、このステージ、ここの場所が第一ヒートポイントですね。熱いステージ、熱い、箇所ですね。結構人が集まるんですよね、ここ。それとリスポンが熱いのかな。なんかさっき倒されてたな。お、頼む、来てくれ。おっと、後ろからも来てるな。さあどんな感じだ。そこにいるな。こっちを倒す。オッケー、向こうは倒されてるからこっちかな。で、グリップとね、クイックドローつけております今。だからちょっとリロードじゃないな、構えるのが早くなっております。それと反動をね、抑えていますね。ちょっとは通常はもっとね、暴れるくんなんですけれどもね、反動がすごい、リコイルが難しいんですよね。今いたな。オッケー、電磁パルス行くぜ。ビジョンパルスだ、後ろ。オッケー、そして UAV を出す。あと一人よりキャバケだ。オッケー、キャバケージ行け。ここです。奥に、いや、こっちが来る。オッケー、これだ。カウンター UAV 行け。こっち側から来るね。オッケー。本当にこのステージ、ここの位置がね、次々とこっち側と、無理か、こっちに来ないかと、こっち側からね、来る方がいらっしゃいますので。敵の UAV 来た。ああ2人もいる、厳しい。あ、ほらこんな感じでね、すぐ近くにリスポンできたりするんですよね。あれ、やば、よし、ヘッドショット。行かれてしまわれた。あー強い、トップもなかなかやるな。こっから行こう。いてててて、うわー落ちていった。で、リスポンしたらすぐもう周りを警戒することがいいですね。ビジョンパルス、そこだ、向こうに行ってるな。オッケー、撃ったから来るんじゃない、多分来ると思う。あ、来てるな、左の方から来ると思う。
ああ、今のもったいない。そこいるな。間違えた、やっちゃったな。あれ、うっそ、横から来てたの。あいた、あー向こうか。あーダメだ、こっち側の敵よ。おっと、グレネードを奥に投げて左から来そう。お、よかった、グレネードが役に立ったぞ。お、なんだ、上にも。うわ、強っ。ここのね、ここの場所も結構いいですね。結構敵が来たりします。で、あとこの室内が結構暑いですね。これとこの階段の先ですね。今、いる。あ、倒せない。全然倒せない。いるな。おっと、危ねえ。オッケー、コンカッション投げて前にいる。あ、危ない、ビジョンパルスいるな。スパロー危ない、こっちからもいる、危ない。あー、弾切れ。うーん対応できない。それとこっちか、多分いる。あ、いるな。今チラッと見えたぞ。こっちか、オッケー。すごいトップが強い。奥だ、攻める。よし、後ろ警戒いるな。なあ、腰ダメで当たると思ったんだけど倒せなかったね。いてて、うおほほほ、普段来ないとこから来るとな、厳しい。うお、マジでここなんじゃないの。敵のケアパッケージ空域に侵入、敵ヘルストーム接近。すげえバイク通っていった後ろ、めっちゃうるさかったな。まずいな、あと一人だ。うわ、マジか、全然倒せなくなった。どこだ。よし、ビジョンパルス後ろ。お、倒してるな、すごい。あら、位置がバレてるな。通知する、カウンター。プロフェットダウン、オッケー、あと一人頑張ります。うおっ、いやー、しかも落ちてった何この終わり方でもなんかもう急にもう脱力して落ちていったような感じだね、これ。ああ、強化した体の前には勝ち目。まだ勝ってる動画俺上げたことないぞ、まだ。生放送の方では3回ぐらい勝ってたけどさ、やばい。ということで今回はね、VHK だったっけ、あれ3つ目のアサルトライフル、使いました。また次回もよろしければ見てください。それではまたね。